お疲れ様です。今回はバイクの紹介なんですけども、まあちょっとね、大きめのバイクに乗りたいって憧れはね、まあ50代の男性なら一度は抱いたことがあるんじゃなかろうかと思います。まあ実は私ずっとね、バイクは 50cc 以外は乗ったことがなかったんですけども、この度ね、こういう風なバイクと一緒に写真を撮ることになりました。あというのが、乗ってる最中って、 どうやってももも写真も動画も撮れないんですよねだから結局バイクの画像っていうのは一人でやってる限りこうやって降りた時に撮るしかないんですよねもちろん走行中にドライブ動画を撮ることは可能なんですけどもあれって自分の姿もバイクもほとんど映らないっていう状態で声だけじゃないですかもちろん流れていく景色ってのはあると思いますけども、うん、まあ今回苦肉の策だったんですよねでなんか「南ーおじさん」って書いてるでしょ これ私もねバイクの世界に入って知ったんですけどもそのバイクに乗ってるとねなんかよくね聞かれるらしいんですよそれ何 cc? って感じでで250ですとかね400ですとかで答えるでとりあえずおじさんに多い傾向なんですけどもバイクを見かけると最初の会話のきっかけとしてそれ何 cc? って聞くんで「何 c おじさん」っていう言葉がね広まってるらしいんですよ。 そそれれ私だっってて。聞きますよ、いいじゃないですか最初の会話のきっかけとしてねいい天気ですねっていうのと同じですよねいい天気おじさんって別に言わないでしょまあでも何回も何回も「何 CC」って聞かれるからうっとしいって感じる方もいるのかもしれないですねでそれが共通認識になって「何 C おじさん」って言葉が流行っていくってのは聞く方も聞かれる方もなんとなくねそこに 共通項を持ってるっててるなのかなと思いますし必ずしもねナンシーさんって人をバカにした言葉じゃなくてもうね愛嬌で言ってると捉えた方がいいのかなと思いますでちなみにナンシーさんの次のあのセリフなんですけどもえ何、ー、でもうちょっと大きいのに乗らないの 1000cc とかリッターバイクとか乗らないと意味ないじゃんそっちの方が面白いよっていう人もいるんですけどもまあ大きなバイクに乗ればいいっていう価値観も、まあ、まさにねロスゼネ世代 私たたたち代代ののだだっっ頃の価値観だったと思うんですよまあ今ではね250とかでも400でもものすごくねかっこよくと乗りやすいバイクってありますしなんだったら 125cc っていうピンクランガーはねあのピンクナンバーだってすごく自由度が高くて手に入れやすくってなんかかっこいいっていう、あのー、ポジションはあると思うんですよで一時期大型スクーターのマジスティっていうのが流行ったじゃないですかあれね マジシティっていうのがあっちでもこっちでも走ってましたけども今はね結構大型スクーターって悲惨でなんか10万円以下の <laughs> 大型スクーターってボロ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 落ちてるんですよそれこそもうバイクってのはユーザーがぐんぐん減っていってバイク人口はものすごく減ってねそもそもバイクって基本的には日常生活に必要のないものなんですよね移動っていうのは車の方が手軽ですしバイクって結構扱いにくかったりするんですよ ね、免免許許も運転免許とは別ですしねそう考えていくとバイクのユーザーが一時期のねバイクブームとかね、うん、走り屋ブームも一部あったと思いますけども暴走族ブームじゃないですけどもああいったものからどん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 剥がれ落ちていって今は本当にね細々とした本当に好きな人だけが乗るアイテムになってきたのかなとでバイクっていうのは移動の手段というよりも乗ること自体は楽しむものですからもう完全に贅沢品なんですよねもちろん 車だってそういう意味はあると思いますけども移動の手段それが目的になってるんではなくて移動すること自体走ること自体が楽しいまあそんなね風と共に走るみたいなそんな楽しさを秘めているのがバイクなのかなとそしてバイクってのは乗ってる人だけがかっこいいんですよ乗ってる人がねああ俺ってさっそうと走ってかっこよく見えてるだろうなーっていうふうに自己満足に浸りながら走るのがかっこよくてねそれこそ 片足をひらりと上げて乗る格好それから降りる格好ヘルメットをどういう風に外すか髪の毛なんて短いのにヘルメットを取った後になんかね頭をフルフルっと震えてねあれは挑発の,あの美女がやるから似合うわけであってね藤子ちゃんみたいな男がヘルメット取った後であーってやってもかっこ悪いよみたいなねところもあるかもしれませんけどもそういうのも込みで自分に浸る最高のアイテム ダンディズムを一人密かに楽しむアイテム、それがバイクなんじゃないかなと思います。もちろん、車でもそういうことはできると思いますしねあの、いろんな場面でそれはできると思います。皆さんも素敵なバイクライフ、ね、モーターライフをお楽しみください。じゃあ、今回は以上です。